緊急事態宣言の対象となっている大阪府は、今日午後、民間の施設に休業要請をするかどうかを最終判断します。明日から正式に要請ということなんでしょうか、流れとしては。いや、それも細かいです。大阪府はすでに休業を要請する場合の対象業種を公表し、午後の会議で要請するかどうか最終的に決定します。府の方針では映画館やパチンコ店などの娯楽施設を対象とし、病院や保育所は対象外としています。また飲食店については要請しないものの、営業を午後8時までにするよう求めます。正式に決まれば実施は明日からとなる見込みです。また兵庫県も今週中に対象となる業種を決定します。井戸知事は昨日の会見で、コロナの蔓延を抑え込めれば一番の経済対策になると語っています。